第7代カーディガン伯爵ジェームズ・トマス・ブルーデネルは、イギリスの陸軍軍人、貴族、政治家。1854年のクリミア戦争、バラクラバの戦いで、景気兵の突撃を命じて、多くの犠牲者を出したが、勇敢な行為とされて英雄化された人物として、知られる。1797年10月16日、第6代カーディガン伯爵ロバート・ブルーデネルとその妻、 ペネロピアンの間の唯一の男子として、ハンプシャー・ハンブルドンに生まれた、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで学ぶ。1818 18年に青年になると、父のいとこにあたる、第2代アイルズベリー伯爵チャールズ・ブルー・ブルースの講演により、マールバラ選挙区から選出されて、庶民議員となった。1829年まで、この選挙区から選出された、所属政党は、 ストーリー等だった。1824年5月に、第8景気兵連隊に少位に入隊。1825年1月に中位に昇進。1830年には少佐に昇進。同年第15景気兵連隊の中佐を購入した。また議会においては、同年から1832年にかけて、フォーフィー選挙区、百三十二年から就職まで、 北のサンプトンシャー選挙区と選挙区を変えて、庶民議員を務めた。1836年には、第11竜起兵連隊の中佐を購入した。連隊と共に、インドに駐留し、1837年に帰国した。1837年8月14日に、父の死により、第7代カーディガン伯爵位を継承し、貴族院議員に列した。来の短期で、 上官や同僚と衝突することが多かったため出世が遅れ1847年にようやく順勝となった。1854年にクリミア戦争で第3代ルーカン伯爵ジョージ・ビンガム少将の師団の霊下の騎兵旅団の指揮官となる。バラクラバの戦いで景気兵の突撃を観光して多くの犠牲者を出したことで著名となった。 武勇のゴンゲとして英雄化された。1861年に中将に昇進した。1868年3月28日に、ノーサンプトンシャーコービーにある、自定ディーンパークで死去した。二度結婚していたが、子供はなく、借位は鳩子にあたる、第二代アイルズベリー公爵ジョージ・ブルー・ブルースが、継承した。衣服のカーディガンは、この第七代カーディガン箔が愛用していたことから、 その名がついたものである。1837年8月14日に、父ロバート・ブルー・デネルの死去により、以下の爵位を継承した。1826年6月19日に、ジョン・トルマッシュ海軍大将の、娘エリザベス・ジェイン・ヘンリエット・ハリデーと最初の、結婚をしたが、不幸せな結婚の後に1846年に、離婚した。ついで百五十八年九月二十日に、 庶民院議員、スペンサー・ホージード・ホージーの娘、アデリン・ルイーザ・マリアド・ホージーと再婚した。いずれの結婚でも子供はできなかった、ジョージ・マクドナルド・フレイジャーのザ・フラッシュマン・ペーパーズシリーズには、カーディガンが何度も悪役として登場する。1968年の遥かなる戦場は、バラクラバの戦いをイギリス側から描いた作品で、カーディガンは、 軍の無能さを象徴するような仇役として登場する。2015年に UBI ソフトより発売されたアサシンクリードシンジケートではカーディガンは主人公側と敵対するテンプル騎士団のメンバーとして登場する。作中ではベンジャミン・ディズ・レイリ首相の暗殺計画を立てており実際にプレイヤーが主人公の一人を操作して暗殺することになる。ありがとうございます。